はい、皆さん、こんにちは。亀の子あたしです。こんにちは。はい、今日はですね、ちょっとね、変わった。ただ、結構素敵なペンの紹介です。はい、ちょっとね、今日紹介するペンはね、まあね、昔からすごいある定番のペンなんですけども、あんまりね、普通の、まあ、文房具店では自分もあんまり見かけないかなっていう、まあ、あってもね、結構端っこの方に置いてあるような存在かなっていうやつなんですけど、それがね、この度ね、結構ね、まあ、40周年っていうことでね、バーンって出てたんで、それを紹介したいなと思います。はい、じゃあ行きます。じゃーん、このペンになります。はい、値段はね、そこまで高くないです。はい、で、ここの先がキャップになってまして、これを取ると、はい、先っぽがね、はい、こんな形になってます。プラスチックのなんかこういう矢尻みたいな形で、先っぽにちょこんとこういうね、なんか黒いとか、まあ、インクの色になってます。はい。そうです。はい。これの正体を紹介します。プラマン。はい。ペンテルのプラマンになります。はい。これね、これで見たら、これ見たことないよっていう人いるかもなんですけど、ちょっとね、自分持ってる色は特殊なんですけど、はい、はい、この形のペンって言われると、あって思われる方はいるかもなんですよね。まあ、ちょっとね、これ自分持ってるやつはこれちょっと特別なやつなんでね、ちょっとあれなんですけど、はい、まあ、自分黄色のやつなんですけど、これのね、黒バージョンのなんかこういう形のペン、はい、これ見たことあるよっていう方いるかもなんですよね。はい。でね、これまあ、ちょっと自分持ってるのがこれ特殊なんであれなんですけど、ペンテルのこのトラディオってなんかこういうスペルでね、こういうふうに書いてある、まあ、この黒いボディのやつが多分ジョーさんあるかなと思うんですけど、はい、これも先っぽがおそらくこの形状になってます。はい。で、この形状何がすごいかというと、あれなんですよね。はい、これ縦気味で書くとこういうふうに細い線がこうやって書けるんですよね。はい。で、これまあ強くすると、まあちょい太になるんですけど、これをさらに寝かして書くと、はい、これぐらいの太さになって、さらに寝かすと、はい、こんなに、あ、ちょっと稼いだけど、はい、こんなに幅がね、いろんな幅が書けるんですよね。はい。で、まあ、こういうふうに書いたら、はい。はい。このフレックス度合いもバッチリですよね。はい。これがね、プラスチック万年筆っぽいんですよね。はい。なんで、多分、プラスチック万年筆のプラマンって名前がついてるんですよね。これ、いや、素晴らしいです。はい。というね、かなりね、こういう魅力的なね、ペンなんですよね。はい。これがですね、なんとね、登場がね、まあ、40周年なんですよね。いつからあるの？ 1979 年からあるみたいです。はい。で、まあ、これがね、無事40周年を迎えたということでね。これ自分今黒しか持ってないんですけど、他定番カラーがもう何色かあります。で、今日ね、紹介するのがね、なんとね、40周年を記念してね、これのね、限定色が何ぼか出たっていうやつなんですよね。じゃあちょっと紹介します。じゃーん。はい。このね、6色がね、限定色として出たんですよね。
で、なんでかね、これなんでかわかんないですけど、この3つの色に関しては、このね、このなんかね、40周年、なんかこのパッケージみたいな、ちょっと石っぽいなんかプリントがしてあるね、こういうプラスチックのね、なんかこういうのにね、入れてありました。これ、なんでなんかな、この辺はちょっとなんでかわかんないんですけど、あとこの色のチョイスもちょっと自分よくわかんないんですけど、なんかこれだけすごい、目立ちますよね。はい。はい、これもね、なんか6色限定色が出たんですよね。はい、オリーブグリーン、ブルーブラック、これがバーガンディっていうやつで、で、この一番目立つ色のやつが、これターコイズブルー。で、これがセピア。で、これが、ダークグレー。この6色なんですよね。はい。でね、この中でね、一番ね、まあ、実際売れてるし、まあ自分も気になっ、まあ文房具ファンやったら多分その嗅覚やないけど勘でなんか人気あるかなと思うのはやっぱりいうことなんですけど、この色なんですよね。はい、このターコイズブルー、これがね、もう飛ぶようにね、なんか売れますね。まあ、見た目的に目立つもあるんですけどね、最近ちょっとこういう系のね、色のインクがね、ちょっと界隈で話題になってるみたいなのもあるんですけど、はい、これ結構ね、はい、いい色なんですよね、これ、はい。はい。いやー、これ見てください。結構素敵な色ですよね。まあ、これ結構飛ぶように売れてるんで、まあ、これだけ買ってる人もいるんかなぐらいの勢いです。はい。まあ、結構ね、限定商品になるんで、まあ、気になる方でね、見かけられた方は、即ゲッチュするようにしてください。はい。でね、このね、プラマンなんですけど、さっきね、このトラディオっていうやつもね、こういう風なのが、あるみたいに言ってたんですけど、自分これちょっと特殊って言ったのにはちょっと理由があるんですよね。実はね、このね、トラディオね、実物持って、実は自分持ってないんですよね。ただこれの変なやつを持ってるって言ってたんですけど、実はこれ先っぽがね、リアル万年筆のやつを持ってるんですよね。はい、これ万年筆です。ペンテルのね、万年筆ってなんかね、ちょっと新鮮な、珍しい感じがするんですけど、実はね、これここに注目していただきたいんですけど、実はこのイエローのこの素敵なね、自分の大好きなこのイエローのペンなんですけど、これがね、海外で販売されてるやつなんですよね。はい、海外ではこの万年筆があると。で、日本で何であるかというと、これなんかね、セレクトショップとかね、なんかちょっとマニアックな商品を置いてる文房具店やと、逆輸入形で入ってきてるとこもありまして、そこで買ったやつになるんですよね。はい。大阪のギクショナリーデルタさんいうとこで買いました。はい。まあ、これ、こういうふうに、これ、万年筆なんですよね。はい。結構これ、太い形です。あんまりフレックスはしないかな。でもね、多分こんなんと見比べるとね、もうなんか色はすごい、もうなんかどっちがどっちで描いたか、こっちがほんまにマネスで描いたかって思うほどのね、再現ですごいなって思ったりもします。はい、で、まあ、このマネス、後ろがね、今カートリッジ自分刺してますけど、これヨーロッパタイプの長いんが入ってるんで、これなんかね、互換性のある、ヨーロッパタイプのコンバーターやったら多分入るもんで、まあ自分もこのカートリッジ終わったらコンバーターに変えてなんか好きなインク吸わせようかなと思ったりします。はい。で、まあこのトラディオっていうね、まあ先っぽがこのプラマンになったこのシリーズがね、まあみんな知ってるかなみたいな形なんですよね。で、まあこのトラディオにも実はレアモデルみたいな、ま、レアモデルとかなんかちょっと廃盤なんですけど、まあ、ちょっと他にも魅力的なやつがあって、
まあ、シャーペンマニアの人とかは知ってるかもなんですけど、サイドノック式になったシャーペンのなんかこのトラディオ型のそういうやつもあったりします。はい、まあ、まあそれはちょっとあの横道にそれる話なんですけど、はい、まああとね、このねプラマンのねちょっと面白い遊びがありまして、それがね実はねこれなんですよね。はい、これです。これ実はね伊藤屋さんからね出されてるやつで、まあタイアップしてできたやつなんですけど、はい、これ何かと言いますとね、これ金属になってるんですよね。はい、でこれねなんとねこれポンって開けるとね先っぽがね、はい、これなんですよね、プラマンになってるんですよね。はい、なんとこれをくるくるこうやって外していくと、はい、中がこうやって、はい、プラマンが出てくるんですよ、これ。はい、はい、まあ書き味はこれ変わんないんですけどね。はい、なんと中がプラマンに、あで外側だけをこういう風に変えられるっていうね、ペンジャケットっていうやつをねなんとね出されてるんですよね。まあこれね、あのボールペンテルのやつとか、あのまあ普通のサインペンのやつとか、なんか3種類ぐらいあったかな。で色もあのこの黒以外にもあるんですけど、はい、あ黒いかちょっとガンメタリックっぽいかなこれ。はい、というね、あの伊藤屋さんがペンジャケットみたいなのを出してるんでね、ぜひねこの限定のやつと一緒にね、あのこれもね手に入れるとこれ結構テンション高まります。これ結構ねいい重さですしね、ちょっと高級感もあったりするんでね、これはちょっとねウケるかなと思ったりもします。はい、という形でねこのプラマンなんですけど、これね結構ね先っぽもねこの独特のこういうねペン先がこういう風に作られてるし、他にもねこれ以外にねちょっとねこういうペンもあるんですよね。はい、ボールペンテル、これもねそんなに高いペンじゃないんですよね。これただこの先っぽなんですけど、こういう風にね変わったチップ使われてるんですよね。まあ、これもちょっと強弱を入れると、あのなんかちょっとフレックス気味みたいな形で、これ力入れるとこんなのかな、ちょっと強弱はつけるんですけど、これのね書き味がむちゃくちゃいいんですよね。でね、あのサインペンもね出されてるんですよね、ペンテルさんって。こういう感じでね、そのペン先がね独特のね安価なんですけど、なんかすごい書き心地がいいやつを作られるすごいメーカーさんやなって思います。はい、ただねちょっと最近気になるニュースがありまして、なんとねあのコクヨさんがペンテルさんのね筆頭株主になったっていう形なんですよね。で海外事業を強化したいとかなんかいろいろするって言ってるんですけど、事実上あのコクヨさん側がペンテルさんのねあの筆頭株主になってるんで、結構権限がねこのコクヨさん主導になるんかなと思うんですけど、そうなった時にねこうした安価なベストセラーモデルがどうなるのかとか、結構ねペンテルさんってこういう風なねあのこれのサイドノックのシャーペンとかってなんか紹介したんですけど、あのサイドノック式のシャーペンとか、なんかそういう風ななんか変わったね、まあ、シャーペンとかね、いろいろ素敵なシャーペンとかも出されてたりね、いろいろ他もいろんなねベストセラーのペンとかあったりするんですけど、そういうのがどうなるんかなっていうのはねちょっとファンとしてねすごい気になりますし、ちょっとねなんか揉めてるみたいなんでね、ちょっとモヤモヤする部分があったりするんですよね。まあいい方にね動いてくれてね、まあお互いのいいところがねなんか混ざったような商品が出たりとかね、お互いがなんかいい効果を発揮してくれるとね、なんかすごいファンとしては嬉しいんですけどね。はい、この間もねなんかねシャーペンミーティングかなんかいうのもあったんですけどね、行きたかったな。なんかね結構ね楽しかったみたいで、あの SNS で上がってもいいな思いながら見てたりしました。はい、
まあ、とはいえね、なんせ、まあ、なんやかんやありながらも、こうやってね、40年間、まあ、変わらずのこういうスタイルでね、まあ、長く愛される商品のね、40周年いうことで、まあ、限定色です、限定なんですけど、まあ、こういうふうにね、いろんなね、色のやつがね、出たよっていうのの紹介でした。はい。ということでね、まあ、この動画が良かったと思う方は、グッドボタンを。で、まあ、チャンネル登録の方してもらうと嬉しいなと思います。はい。ということで、ペンテルのプラマンとか、まあ、他もちょっといろいろありましたけど、まあ、40周年おめでとうという、まあ、プラマンの回でした。はい。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。